ここは入れるなぁ。ああ、ピアノの部屋だ。フェアズライトつけて、つけられますかね。左の、ああ、電灯壊れてますね。これはレコードプレイヤーだね。コンセントが入っていないわ。えなんではいはい。まあ、電話の時と同じ。くっくっ。耳、いたおっ、ああっかいるよ 何かいたい今中にいくつもの楽譜が入っている骸骨みたいなやつがいたないたね上にねあそってくるわけじゃないのかだけかいああ何な,な,んなんだこいつ被害は加えてこない仲間かい仲間になる分か,分からんわてん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 仲間にできるやつがいたらもうとにかくしていきたいよねねえ元の仲間たちもどっかにいるはずなんだ、ね、確かにな 死亡確認はしてない、ね、一切してないですね。一人吊るされてたけど、あれも、あれも死んでたかどうかわか,からな、ね、い。大丈ね、うん。あれぐらいだったら。おおあ棒金属の金属じゃないですよ。杖だね、これだよ。杖か。これで、これで<お>あの、奥の亀裂の奥の何かは取れそう。うん、亀裂ちゃんの。一応見とく赤はガラクタ。 で、あとは肝心の調べてないのはピアノなんですよ。うん、絵はダメかい。絵はなんかてんてんてんって言うだけ。うん、山岡オ郎シロみたいなやつ。うん、ああ、いるんな。こい,つがいるからさ、その真下のピアノ怖えんだよな。<笑><笑>大丈夫でしょう。行ってみようぜほん。知らないんだよね、君はね。知らない、知らない。ああなんで生きてんの <laughs> なんで 死んだはずでは。<laughs> なんでそうですね。<laughs> やったはずだよ <laughs> やったはずなのにな。手応えはあったのにな。あ,あいつ瞬間移動するからな。あの瞬間消えたのは潰れたわけじゃなかったのかい,いそうかもしれない。この上も登ってねえしな。そうだね。 うんまた始まっちゃった同じ手には引っかからんかないや行くでしょ書斎どこだっけ書斎えもっと奥だよねそこが拷問部屋カラスたち助けてくれないかしらな,なやっぱもう,うんこの音楽鳴なってる間は調べらんないねなるほどどうにかするしかないということかさっきみたいなギミックそこら中にあるのかここ 本棚直っててくれればダメだ直ってないんなんか調べられたね、あれそこは調べられるあここに逃げあ次はここじゃないああ<ー>ええはっどっからくんなマジで <laughs> 今はもう悲鳴も上がらんかったわ<ー>びっくりしすぎて お見通しとということか <laughs> どうしたらいいんだよあ一回ここで退治したやつはここに帰ってくるだろうみたいな読み嫌、うん、らしすぎるなまんまとか <laughs> <laughs> 帰ってきちゃったねそれ右側って見てないよね見てないですねいけんのかなちょっとここで体力回復してから行こうかな <noise> いやー,ー近い近い近いなんでこんなに死んでくんの <laughs>

多分そ,そのアイテムでなんとかできたら多分あんま面白くない <laughs> <laughs> ゲームとして無理だと思うよ階段階段が俺の中では絶対の安全権だから<ー>階段の上下しようかなそうだなあなんかある板があるそれなんか右側が崩れてたりするのかな分かんない崩れてそうじゃないあ崩れてあどうなってんだそれこれさあいつ右から来てくれたらさ やまあまあ落ちんじゃんしかも都合よく音は右からしてるから来てる来てるそれなんか崩れてる感じするよねするよねどうなってるのか分からんどっちから来てるおお,お,お音は血大きくなっているけどどこからかが分からんここにいるんじゃないかないるのかな威嚇してるってことはえどっから来てるこ これがあるから超えらんないんじゃない、はい、お、回復はいいぞ、うん、回復しよう、はい、うまくあの鏡の手とシザーマンを相打ちさせられないもんか鏡の手か覚えてたかい覚えてるよ、あんだけやられたらねよし青になりましねりこの辺、うんねなんも調べられはしないみたいなんで、うん、やっぱ扉に入っていくしかないと思うんだよ、ね、うん 2階を見ていくそうしようなんとかできるギミックがあ,あ,あ音が聞いた音がマジでうんやったおおここは何があったんだろうね、うん、ねえねえ視覚変動ですかねまあなんだか知らんがとにかくよかったそ <laughs> に戻ると音はさっきことこね音もしない これも調べられる右に渡れるんじゃないかな <laughs> そんな感じするよね <laughs> さあ、あの亀裂の奥で光ってたものをシザーマンかなええー、でもさぶっ潰した後に調べたんだよねそうそんなことないんじゃんまたなんか別のアイテムじゃないですかねあそこはあれなのかもっとあれのもうちょっとしまったうん ここが落ちて、えっと、ここにあるんだ残骸がああ細かいねねじゃあこれ調べるようん隙間から1階の床が見えるその隙間を調べてから確かにね、まあ、一応アイテムも使って、まあ、この隙間に香水が何をできるんだっていう、うん、から板 お本当だ。ああ、やっぱ、あるね、男女がね。そして、結構力強いな。<laughs> <laughs> それはそうだろう。シザーマンを組み伏せるんだぞ。これを片手で脇に抱えるのは俺はできんわ。二回連続で <laughs>、バーンって押し倒してますからね。波、<laughs> うん、波大手の両力ではない。この,の,の書斎のさ、 うん、亀裂の奥の光が気になるんでそこを杖で漁ったら2階のあそう行ってみようかなそうだねこ何かありそうっていうのはすでに見えてますからね、うん、ここでまたシザーマンはもうないだろう確かにな、うん、ああもう一回荒らされてるもんねそう荒らされたまんまだここ <laughs> あれ何の絵なんだろうな右側悪魔かな文学書 ここにここにね深い亀裂のような奥で何かが光っているってあるから杖だめ<杖><メ>うんだめ<メ>がだめうん杖じゃないのかねん何なら取れるんだなんか棒に粘着テープとかがついてるやつ松井棒の粘着板 <laughs> そんなのあるかな、都合よく。で、ここはダメそうなので。ダメだね。あとはマジックハンドだね、やっぱ。じゃこの右側行ってみようか。今まで行ってないから、死産、ね、ンで。あ、行けないわ、もう。行き止まりです。そうか。うん、行き止まりなのに、あいつは何で右から来たんだっていう話なんですけど。<laughs> 壁をぶち破ってきたのか。じゃあ、その壁から逃げるわ。 確かにねテレポーテーションを使えるという設定なんじゃないですかあと行ってないとこなんだっけあの、うんあの部屋もまだ見てないね鹿の首とか飾ってあったい。まず1階を潰していきますか 2>,、うん、2階は全然まだ見れてないけど、うん、ここだっけそこだね、うん、広いよなこの家、うん はい、わあ。まあ、とりあえず、毎度の伝統チェック。ブクブクいっとるなんか音が聞こえるような。え左がさ、でも見たよね。何もなかったんだよね。確かね。何の音何なんなことしなかったよ。だって。え、な、なになのと。知ら、あ、これ調べれる。なにそれ。うわあなにうわあ図<ー>も使え。な動いてんの、うん 消えた消えたわけではないのでは何の音だろう何ブクブクいってる何すかそれオルマリン漬けってことわかんないけどでも臭そうだから香水を撒くとかどうダメかえ何の音なんだなんかいいのかわかんないバイオウェポン的なやつがいるんで来ちゃったんだろうここバイオブロリー的なん何もなかった気がすんだけどなそうだね一回奥まで行ったよねこね行った行ったえ ないね。うん。う音のもとはないわ。でも調べれるもんはあるな。<laughs> ない怖いって。なん今のは。で、なんで体力減ったの赤から。青から。黄色に。<laughs> 座ると体力使うのこの子 <laughs> ここ。ここしかないな。開けるか。うん。木箱もないんだ。木箱りの、うん。うん。チェックはできない。え 何,<な>何があるのえっ何,何,何があったの <laughs> 何だよ。自分だけ見ないでくれよ。<laughs> 俺にも見せてくれよ。<laughs> 何何何,何があったの <laughs> 何にもわからなかったな。動物の森でもこういうのあるよ住民の部屋入ってこう。うん、クローゼットとか開けると、てんてんてんってなるやつ。あれ、もう中身教えてくんないもんな。ん何の音なの そ,れその落ちたやつがブクブクってるで,でも最初から行ってたよね僕言ってたもうもうこの辺は来なくていいんじゃないか終わり終わりまあ2階がね全然見れてないので2階戻りますか見ていくっていうのはありますけどマネキン部屋マネキン部屋ですザーマンがねずっといたからねうん特に調べられはしないな マネキンの後ろかスカートの中とかに隠れてたのかなあいつここもいい絵が撮れましたよねああそうかな <laughs> あでも調べらんないわあこ,いこいつだ動いてたのああそうだねもう動かないマネキンにはやられっぱなしですからねガミさん「サイレントフィル」「夢 <laughs> に行き」DD <と>「DD」とマネキンってやっぱ怖いよね怖いよね、うん 首落ちるかなと思ってたけど <laughs> <laughs> あれサイレントヒールもそうだったよねそうだっけ上等手段だなじゃあマネキンの首を落とすっていうのは人をビビらすために有効なんだろうね <laughs> 有効でしたね、うん、やっぱ人に似たものの首が落ちるっていうのはシザーマンねあれですよね押し倒して消滅させたとかじゃなくてなんか自然にいなくなった感じだから普通に生きてんだよねあいつはね多分ね 貼ってんだよね、どっかで。またね。うん。うわあまたこっから1時間半待つことになるんだろうね、あいつは。もう何週間でも待たせますよ、私は。<laughs> 来年でいいんじゃないか、もう。け,けなげだよね、あいつも。どこ入ってみる入れる。あれおや見覚えがありますが、2階にもあるんだ。えああ、猫だ。 デブかわいいねデブ猫かわいいね <laughs> よねなんでよそれは逃げるでしょうよいやいやいや、うん、猫ですよもう出た瞬間 R を押してたね俺はあれよく消えたあれ猫でもいいから仲間になってほしい確かに水は出るようだこれも下と一緒だ、ね、水を出るかどうかはそんなに気にしてないんだけどね、うん ここはやっぱいけるんですね,こ,こ,るねこの木箱は調べられないですね木箱と段ボール猫,猫どこ行ったの猫消えちゃったね黒猫だったねうん1回はここに仲間が吊るされてたああシャワーを使いる <laughs> 早いんだよな、ね、<laughs> 躊躇ないよねうん肝が座っているだけかい終わったわ終わった 猫でビビらせるだけかそういう部屋もあんの何の意味もない部屋もあんのこのゲームまあでも今まででもあったんじゃない何も迷惑ですよねするアイテムがない1個隣の部屋はいシャワールームのね、はい、うわおお<ー>えボロボロ誰かに見られているような気がするこいつじゃんこピアロじゃん 大きなピエロ人形だーー電気はいけんのか絵がなんか十字に切り裂かれていますねこれはシザーマじゃないですか,か、ね、フランス人形だ人形天井から吊るされている<ー>ここにまた扉があるんだよな一回もこういう感じの部屋あったよね,ねこれ赤ちゃんのあれじゃないあそうか赤ちゃんがいたんだね赤ちゃん部屋多分先生にいたんだろうなここを下来る気がするぞ<ー>来るよ来るよ ベッドの下からくるぞ来るかな子供用のベッドのようだシミやホコリで汚れきっているなもなかったおうわ燃えとる暖炉電気だな気あらもう壊れてますすごいな難しそうな本だ はてな肖像画女性が描かれているこの人誰かに似てる先生メアリー先生だメアリー先生っていうの誰がつけたのかしら <laughs> 中年の女性が描かれている誰かに似ている気になるなえシザーマンは女性ではないですもんね分かんないよあんくらいシワクちゃになっちゃってもう変わんなくない男の人 机の上には埃が積もっている確かにシザーマンだったら空っぽだシザーマンだから男か文学賞ここも何もねえのかまさかあここ怖いね怖いねああ中庭のプールあれプールなんだなやっぱさっきも行ったけどな行ったっけ 通路で言いましたよいい、ね、窓見た時に何もないわこここのくずかぞんとこ,こ見た俺わからん空っ,っぽか暖炉マンはもうさっと出ちゃう暖炉も誰がつけたのかしらって言っただけうん多分これちょっと左行ったら今の部屋の入り口だから右だね対応してるね1階とねこ、うん、うなると右側もうあれか 瓦礫うそう、がれきが落ちてる。落ちてるのはこの奥じゃない西間と東間で対象になってんのかなそうか。なあ。あれ、このがれきのあるとこ来た来た来た。ここ来たことあるとこ、じゃそう。 うーんうーんおお<う>戻ってきたね戻ってきたわでここの1階はもう見たよね1階は見た右端まで行ったからこれでもう大体全部見てこの板を渡っていけばいいわけだ、うん、そうだなその先はどうなってたんでしたかここは初です渡ったことない何だそれ何や俺明らかになんか塗り込められてんじゃんどうなってんの壁が塗られてるんだよ塗り壁だよ 布がかぶしてあるんじゃなくてもう埋まってんですかね埋まってんじゃないですかてんてんてんここだけ壁を塗り直したようだあ,だあそこでなんかとった石ダメかいつえ<い>、うん、香水の汁の成分でなんか溶けないかなここもなんか調べられるんだよな <laughs> 香水を何だと思ってんだ うん、ダメか。